バーサス〇〇というのはスーパー戦隊の醍醐味と言って過言ではない。各作品同士の夢の共演であると私は思います。それだけにとどまらず、レジェンド戦隊が放送中作品に登場してくれるという演出もよく見かけるようになりました。直近で言えば恐竜ジャー、10周年を記念してキングオージャーとコラボしましたよね。一作前であればドンブラザーズとハリケンジャー、およびアバレンジャーが TTFC 作品で共演するなどもありました。振り返るとゴーカイジャー以降は何らかしらのレジェンド戦隊とコラボしている作品が多いわけなんですが、今作爆上げ戦隊ブンブンジャーではどうなるんでしょうか。皆様ごきげんよう、花風です。昨年もやりました放送中戦隊とコラボするレジェンド戦隊の予想、今年もやっていこうと思います。今年は車モチーフの戦隊ブンブンジャーということで、すでにいろいろとね囁かれてはいるんですが、とは言っても歴代に47戦隊いますからね。実際どの戦隊がコラボしてくれるのか。昨年はキングつながりというのと10周年ということで恐竜ジャーだったわけなんですが、その流れを組んで10周年を迎えている特急ジャーなのか、車ということでターボレンジャー、カーレンジャー、ゴーンジャーなのか、ここら辺を共通点やら何やら挙げつつ、私が考える今年コラボするだろうと思う戦隊を話していきたいと思います。またおまけもありますよ。では本編へどうぞ。まずは基本にのっとり、今作ブンブンジャーがモチーフとなっている車、そして歴代戦隊にも車モチーフの作品がありますので、そちらとの共通点やら何やらを振り返っていきたいと思います。まず車がモチーフの戦隊といえば、皆様もすでに知っているでしょう、13作品目の高速戦隊ターボレンジャー、20作品目の激走戦隊カーレンジャー、そして32作品目のエンジン戦隊ゴーンジャーですよね。さてこれら3作品とブンブンジャーの共通点を挙げていこうと思うのですが、まずはターボレンジャーから。正直ターボレンジャーに関しては車戦隊というだけで共通点はないのではっていうのが正直なところ。強いてあげるならターボブレスのエンブレムみたいなものがあるんですけれども、これがブンブルーのマスクと同じ形ということで、まあ何かあるかもしれない。そして戦隊固有の名乗りシーン、片手をね前に突き出してもう片方を上にと、そういうのがターボレンジャーのポーズになっているんですが、これからねブンブンジャーのポーズも同じような形になっているというところで、これはちょっとターボレンジャーに近しいのかなと言っていいと思います。ただこのポーズって他の戦隊でも似たりしてるんですよね。直近で分かりやすいのといえばアバレンジャー、ほぼ一緒ということで絶対ターボレンジャー要素とは言いにくいポイントでもあるということだけ話しておこうと思います。さて続いてカーレンジャーですね。カーレンジャーはいくつかあるかなと思っておりまして、一番分かりやすいのが設定と言いますか、作るという作品のテーマですね。カーレンジャーのメンバーはもともと整備だとか車を作るっていうことに長けていた人物たち、その要素はブンブンジャーのタイヤにもあるんじゃないかなということで、この点は共通点なんじゃないかなと思います。また敵組織についても共通点と言えるかと思うんですが、カーレンジャーの敵組織は宇宙暴走族ボーゾック、ブンブンジャーは大宇宙侵略大総力団ハシリアン、宇宙の悪党という点、さらには暴走族的な要素も似ているということで、この点かなり大きな共通点と言えそうです。続いてゴーンジャーですね。ゴーンジャーに関しては1点、戦隊になるまでの過程といいますか、初期は3人、途中から5人戦隊になるという点は酷似しているのかなと思います。まあゴーンジャーはね2話で2人加入して5人になりましたが、ブンブンジャーではまだ5人揃っていないと。その点は脚本というかね流れっていうところもあると思いますので、そこは問題ないかなと。さらに追加となる2人の変身アイテムですね、初期3人とは形状が異なるというのもゴーンジャーと似ている部分と言ってもいいのではないでしょうか。とここまでね車モチーフの戦隊の話をしてきたんですが、おいおいちょっと待てよという方も中にはいらっしゃいますかね。どうですかね。はい、ということで車モチーフの戦隊ではありませんが、乗り物戦隊と言われている、てか言われてるのかわからないんですけれども、ゴーゴー戦隊冒険ジャーとマシン戦隊キラメイジャーについても共通点話していこうと思います。ちなみに私はですねキラメイジャーは別に違うと思うんですよ。はい、確かに乗り物を乗ってますけれども、だったら別に特急ジャーも入るわけですし、ゴーカイジャーもね戦艦という乗り物ですから、
てか他の戦隊ロボットほぼ乗り物じゃないですか。まあこの話は今回はどうでもよくて、まずは冒険者からですね。結構細かい話というか所作的な部分というのが冒険者だと思うんですけれども、一つはブンブンチェンジですね。腕からブンブンチェンジャーを前に動かす動作、これは冒険者の要素が結構似ているんじゃないかなと思われます。さらにタイヤが名乗った後のポーズ、親指を出して腕を上に突き出す感じ、まさに冒険レッドと一緒なんですよ。まあ、そんな感じで続いてキラメイジャー、これ共通要素って感じなんですけれども、ほんとこじつけなんですが円形状のチェンジャーっていうところだけかな。まあブンブンジャーがねまだ数話しか放送されていませんので、これからキラメイジャー要素が何か出てくるかもしれませんが、と言ってもほぼないと言っていいんじゃないかなと思います。ということで計5作品の話をしてきました。こう見るとカーレンジャー要素が強いのかなと感じていますが、よくよく見るといろんな戦隊を掛け合わせている、そんな戦隊であるのがブンブンジャーなんじゃないかなと思うのは私だけでしょうか。キングオージャーは10周年作品の恐竜ジャーと、ドンブラザーズは20周年作品のハリケンジャー及びアバレンジャーと、ゼンカイジャーはゴーカイジャーとコラボしたということで、モチーフというよりはアニバーサリー作品とのコラボが現実的なのかなということがわかります。なので今年アニバーサリーを迎えている作品についても考えていきたいと思います。まず10周年、20周年、30周年、40周年となるのが特急ジャー、デカレンジャー、核レンジャー、バイオマン。戦隊といえば数字が5かなと思いますので、5周年、15周年、25周年、35周年、45周年を迎えているのが竜装ジャー、真剣ジャー、555、ターボレンジャー、バトルフィーバー J。 この中でありえそうかなというのがこちらの作品でしょうか。ターボレンジャーは戦術の通り車モチーフということで、35周年ということで何かあるのか。特急ジャーは車ではありませんが乗り物、電車でありますから、まあ何かコラボはできそうかなというところ。デカレンジャーは宇宙という共通点、そして宇宙警察のデカレンジャー及びブンブンジャーでは国際宇宙対策機構 ISA という警察に近しい組織が登場したということで、大きな共通点が生まれました。続いて555、気になるのはエンブレムでして、555のエンブレムってブンピンクのマスクに似てると思うんですよ。またレスキュー隊、乗り物もねそれぞれ車に関係してますから、まあ共通点はいろいろ出てくるかなと思いますね。でラスト、核レンジャー、30周年でねいろいろと催しがあるようですが、忍者なんでね現時点ではあまり共通点はないっていう感じなんですが、異色のコラボなんていうのもねアニバーサリーだからできることなのかなと、そんなところでしょうか。もちろん他の戦隊も可能性はないわけではありませんが、これまでのコラボを見ているとやはりアニバーサリーかモチーフが一緒かなんですよね。恐竜ジャーと獣レンジャー、アバレンジャー、恐竜つながりでコラボしてましたよね。ニンニンジャーには核レンジャーと手裏剣ジャー、あと忍者レッドも登場してましたし、まあ一応青忍者がね魔法を使うということでマジイエローがねサプライズ的な感じで出ていたっていうこともありました。旧レンジャーでは意外や意外で宇宙つながりということでデカレンジャーとギャバンが登場しましたし、まあデカレンジャールパパトじゃないんだなっていうふうに思った記憶もあります。というわけで共通点のお話でしたが、これらを踏まえて私が考えるコラボ予想を続いて話していきます。昨年のキングオージャーでは本命と言っていた作品がコラボするということはなかったのですが、まあ恐竜ジャーがねコラボしてくれたっていうので全然よしです。まあ何の話か分かりませんが、今年はどの戦隊とコラボするのか私の予想を話したいと思います。まずは車モチーフであるターボレンジャー、カーレンジャー、ゴーオンジャー。ターボレンジャーはね結構古い作品ですから、今までの作品を見てもなかなかコラボの実現は難しいんじゃないかなというところ。可能性があるとすればレッドターボのね佐藤さんだけが登場するっていうところかなと思います。カーレンジャーも同様で全員での参加というのはちょっとなんとも言えないですね。一応ドンブラザーズでイエローレーサーを演じた本橋さんが出演されたということで、出れる人は出れるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあこちらもレッドレーサーのね岸さんだけ出るかどうかというところでしょうか。いやでもボーゾックとねハシリアン結構似てる部分ありますからね、大きい要素ではあると思うんですけども、はい。続いてゴーンジャーに関してですけれども、まあやろうと思えばっていう感じだと思うんですよね。ただモチーフが一緒というだけなので全員がというのはこちらもやはり難しいかなと。
3人から5人ですとかそういった要素がありますし、プラス追加戦士がね2人になるとかね、ブンブンジャーもそういう感じになるのであれば設定がほぼ一緒ということで可能性は広がると思うんですけれども、はい、ということで車モチーフの戦隊だったんですが、どれかだけということはないかなと予想いたします。出るならレッドだけ、要は恐竜ジャーの映画のような感じ、レッドターボ、レッドレーサー、ゴーンレッド、レッドだけ特別コラボするという形でっていうのは全然あるかなと予想いたします。続いてアニバーサリー作品、10周年となる特急ジャーですね。車と電車でまあ似たり寄ったりはしてるかなと思うんですけれども、今作ブンブンジャーっていうのが王道戦隊なんですよね。かなり分かりやすいというかシンプルな作風の戦隊だと思うんですよ。だからキングオージャーのようにかなりいろんな設定を組み合わせてっていうようなね、ごちゃごちゃしたことはしないんじゃないかなと思うんです。世間的にはまあ特急ジャーがね一番ありえそうかなと、実現してほしいコラボではあると思うんですが、私の考えではちょっと違うかなと思います。さていろいろ話したんですが、ここから本命というか可能性が高いと思っている作品2つありますので順に話していきます。1つ目がですね、冒険者になります。結構意外だと思うんですけれども、一応乗り物戦隊という項目も当てはまりますし、変身、名乗りポーズとかね共通点もあるということは前提で、冒険者じゃないかなと思う最大の理由がとある方の言動なんですよね。それが冒険ブラックを演じた斉藤靖香さん。今作ブンブンジャーの商標登録がされたタイミング、こちらで真っ先にリークした方なんですよ。かなりね賛否があった話題だったと思うんですけれども、なぜブンブンジャーの時にこの行動を取ったのかっていうところ、これをよくよく考えた時に何かしら関係してくるのではという、ブンブンジャーに出演するもしくはコラボする話が上がっていたんじゃないかという勝手な予想をいたしました。ただ特急ジャーと同様で設定内容が似ているわけではないですし、コラボさせるならそれ相応の伏線が必要になってくることもあるかなと。だから 100% これとは断言できないというのも正直な話ですね。じゃあ一体どれが本命なのかっていう声が聞こえてきそうなので、2つ目に挙げるこの戦隊が私の中で本命ですよと言っておきたいと思います。それが特装戦隊デカレンジャーですね。がっつりな、ね、映画共演ということはありません。これは断言します。というのもデカレンジャー20の映画公開があるから。じゃあどのようにコラボするのかというと TTFC でしょうね。ドンブラとハリケーン暴れのような感じ。デカレンジャーっていうと警察モチーフの戦隊でありながら、まさかの宇宙つながりでキューレンジャーとコラボしました。また10周年映画ギャバンとのコラボ映画、ほぼ全員と言っていいほど他の作品にね別キャラで登場していること、今回の20映画もうめちゃくちゃフットワークがいいメンバーなんですよね。ブンブンジャーも宇宙に関連しているのは気質情報ですし、さらにはハシリアンが宇宙で悪さを働いて今地球にいるということで、まあ、そこで警察が動いているみたいなね、そんな感じでコラボできる設定が整っていると。で今年20周年のアニバーサリーということで、もうデカレンジャーしかないでしょう。なので今年のコラボはブンブンジャー対デカレンジャーと私は予想したいと思います。なくてもいいと思ったんですが、まあ一応ね考えておきたいっていうところが他作品とのコラボ、特に日朝ですから仮面ライダーはを考えていきたいと思います。まず放送中のガッチャード、まあないんじゃないかな。この日朝同士のコラボっていうのの最後がエグゼイドとキューレンジャーだったと思うんですけれども、まあ、大体戦隊側が始まったばかりで仮面ライダーが中間あたりの話でっていうところですよね。となるとまあここ数話の中でコラボする可能性が出てくることになるんですが、まあないでしょう。てかなんで2大ヒーローのねコラボってなくなったんですかね。予算的都合なんでしょうか。はい、じゃあガッチャーのがないなら自作の仮面ライダーはというところになると思うんですが、まあ乗り物がモチーフならワンチャンあるかもしれないですね。でも別に仮面ライダーって基本的にバイク乗りだからさ、乗り物っちゃ乗り物なんだよね。まあ、それを置いといて、続いて10周年を迎えている仮面ライダーガイムについてですね、まあ、これもないでしょう。理由は特にないんですが、まあ、共通点が全くないっていうところなので、まあ、コラボは可能性ゼロかなと思います。それよりは10周年を控えている仮面ライダードライブ、こっちの方がしっくりくるかな。車に関連するヒーローということですし、警察とかも関連してきますし、まあ、こっちだったらありえそうかなと思いますが、
でも放送中のスーパー戦隊に対してアニバーサリーの仮面ライダー作品を絡ませてくるのかっていうのはいささか疑問ですよね。一応ないと思いますが、ブレードも話題に挙げときます。いや、やっぱいいです。はい、ということで仮面ライダーシリーズとのコラボなんですが、まああって放送中作品同士だとは思うんですけれども、まあ最近のことを踏まえると何か理由があってコラボしていないっていうことでしょうから、ないんでしょうね。はい、と結論つけたいと思います。ということで以上です。コラボ予想、皆様はどのように考えてらっしゃいますでしょうか。おそらく作成側としてはすでに議題っていうかね、その話は出ていて、その伏線も本編中にね貼られてくるタイミングになってくるかもしれない。そう思うとこの動画って時期尚早なんですけれども、まあね、何も分かってない時にやるからこそ面白い、そう思っている私です。どうなるかは、まあ今後のブンブンジャーを見て決めていこうよ。うん、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思っていただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひ皆様が予想するコラボ、どの戦隊とガッチャンコするのかコメントにお書きください。興味がない方は好きな車について書いておいてください。ではごきげんよう。